あなたも休みに来たんですか？この木陰、風が気持ちいいですもんね。最近はいろんなことがあって忙しかったですけど、たまにはこんな風にゆっくりするのもいいですよね。でも木陰なのに日が差してきたような。え、あなたが光ってるんですか？大丈夫ですか？もしかして変な魔法をかけられたんじゃ。うわあ。あれ、こんにちは。あなたもお散歩していたんですか？私はせっかくのお休みですから、ちょっといろんなところを見て回ろうと思っていたんです。いいんですか？ありがとうございます。椿ヶ丘にはまだ慣れていないので、よろしくお願いします。あれ、あそこで何かやってるみたいですよ。素人歓迎飛び込みアイドルオーディションだそうです。へえ、なんだか面白そうですね。ちょっと見ていきますか？そこのあなた、イベントに興味があるんですか？わあ、びっくりしました。どなたでしょうか？あ、失礼しました。私はこのイベントの主催兼アイドル事務所のプロデューサーです。さ、名刺をどうぞ。ご丁寧にありがとうございます。それで私に何かご用でしょうか？単純な話です。あなたを一目見てティンときました。あなたにはアイドルとしてのスーパーオーラがあります。ぜひ今回のイベントに参加してもらえませんか？間違いなく優勝できる素質がありますよ。そう言ってもらえるのは嬉しいんですけど、私そういうのはちょっと。お願いします。これでもダメですか？あの土下座しないでください。困ります。イエスと言っていただけるまで顔は上げません。どうか。どうしましょう。そうですね、実は私もう他の事務所で活動しているアイドルなんです。なので申し訳ないんですけど。そんな。なら参加だけでもどうでしょう？オーディションは置いといて、盛り上げ役としてねえ、なんならまた土下座を。それはしなくていいです。わかりました、参加します。あくまで盛り上げ役としてですからね。やった、ありがとうございます。2人1組のイベントなので2人ともこっちに来てください。オーディションのイベントで2人、ユニットでアピールするってことなんでしょうか？さあ、次はエントリーナンバー10番の方々です。ルームランナー担当者さんの準備はよろしいですか？しっかり走り続けなければ楽曲は流れませんし、スポットライトも光りません。気合い入れてくださいね。なんだかバラエティ番組みたいな感じですね。一曲まるまる走って大丈夫ですか？覚悟はできてるってことなんですね。わかりました、私もその分頑張ります。準備は整ったようですね。それではランナーさん、走り始めてください。はい、スポットライトがつきました。自己紹介を始めたら楽曲スタートです。エントリーナンバー10番、島村うずきです。皆さん、よろしくお願いします。お、あの子めっちゃ声通るな。制服ってことは高校生？
でもどこの学校なんだ。やはり素晴らしいアイドルの素質を持っていたんだ。今日は無理を言って参加してもらった甲斐がありました。とても良いパフォーマンスを見ることができましたよ。あ、いえ、私なんてまだまだですから。でもそう言ってもらえて嬉しいです。オーディションの優勝は他の方になりましたが、どうでしょう、あなたさえ良ければ私の事務所でデビューしませんか。オーディションの選考からは覗くって言ったじゃないですか。選考からは覗きました。それはそれとしてデビューしましょう。どうかどうか。ごめんなさい、私には心に決めた人がいるので、あなたのお誘いを受けることはできません。正面から振られてしまっては仕方ありませんね。わかりました。残念ですが諦めることにしましょう。断れてよかったです。焦っちゃって変な表現になっちゃいましたけど。はい、そうです。今までもこれからもプロデューサーさんと一緒に頑張っていくって決めたんです。他の人は考えられません。これりんちゃんやみおちゃんには内緒にしてくださいね。もしプロデューサーさんの耳に入ったら恥ずかしいですから。はい、お疲れ。今回の夢はどうだったって感想聞いてる場合じゃないかも。どういうことこれ。なんかいろんな情報が入り乱れてる状態になってるみたいなのよ。あの子たちは外側の存在だからってことなのかしら。この夢があっちで起きたことなのかどうかも定かじゃないし、何から何までイレギュラーとしか言いようがないわね。まったく。あれ、私たち眠っちゃってたんでしょうか。木陰で気持ちよかったからってこんな時間まで。それに不思議な夢を見たんです。アイドルのオーディションで皆さんに向かって満面の笑みでパフォーマンスしている私の夢を。もしかしてあんなことができるアイドルになりたいって私が無意識に思っていたってことなんでしょうか。ありがとうございます。夢の中の私に負けないくらい素敵なパフォーマンスができるように私頑張ります。